10番篠崎聡議員、質問席に登壇願います。10番第1の質問を許します。はい、それでは通告の内容に基づきまして2件の質問をしたいと思います。第1点目、令和の米騒動ということで、今年の8月から10月にかけて、令和の米騒動ということで、スーパーの米売り場からお米が消えたということは記憶に新しいことだと思います。この米不足の煽りを受けまして、第三セクターの事業所でお弁当の仕出しを一時中止するというようなことがあったと町内の方から情報をいただいております。また一方、お菓子屋さんのおせんべいとかお米パックのお米はスーパーで売られておりました。おかしな話です。それでは伺います。1点目、米が不足して、スーパー町内のスーパーからの米売り場からお米が消えたとき、町では何らかの米を供給するというような対応はできなかったのか。2点目、町民からスーパーでお米が買えないという問い合わせはなかったのか。3点目、町内の農家さんでお米を持っていたというところもあったみたいですが、町では把握していたのか。4点目、類似の事案が今後発生した場合に町では何らかの検討をするのか。お願いします。質問に対する当局の答弁を求めます。遠藤産業課長。第一の質問にお答えします。1点目の町の対応についてでございますが、今回の米不足は昨年の猛暑による品質低下による収量の減収や南海トラフ地震等の報道等により災害への備えが進んだことなど、様々な要因によるものと考えられますが、こういった不足の事態には、国の備蓄米が供給される仕組みとなっており、現行では、町での調達や供給制度はないことから、情報収集に限られておりました。2点目の、町民からの問い合わせにつきましては、マスコミや SNS でスーパーで米が買えないとの情報は把握しておりましたが、町に直接の問い合わせはございませんでした。3点目の米の保有状況につきましては、水田台帳により作付け面積は把握しておりますが、各農家が実際どれだけ米を保有しているかにつきましては、町では把握はしてございません。4点目についてでございますが、自然災害等の様々な要因により、米の流通や販売が滞ったり、不足する場合も想定されますが、そのような不足の事態には、町として情報収集に努めるとともに、町民に対する正確な情報提供や相談体制を整え、合わせて国や農業団体とも連携し、住民の皆様の食料の確保のために対応してまいりたいと考えております。以上です。質問があればこれを許します。10番。確かに昨年の猛暑によりの高温障害によりお米の品質、等級の低下が多少あったということは把握しております。また、作況指数については、去年は101ということで、平年並みということで、特に米不足になる要因ではなかったのかなと思います。また、南海トラフ地震準備情報によるお米の買いだめ等によるものは限定的なものと、
ということで、全国的に米がなくなるものではなかったのかなと私は思っております。そんな中、第三セクターの事業者で、お弁当が供給されなくなったということは、お弁当のその分の売り上げが低下したということと、あと、そもそもその飲食店でお米が提供、お弁当が提供なくなできなくなったという信用問題というのがあると思いますけれども、町はどのようにお考えですか。当局の答弁を求めます。遠藤産業課長。再質問にお答えいたします。宮の里電生活館の方で、一時的に、お弁当の仕出し等ができなかった、米が入らなくてそういった事態があったということでございますが、お米につきましては現在基本的には流通卸販売といった自由経済の中で、そういった米が提供されているものと思います。今回、一時的に小売店とそれからお米が入らない、そういった事業者等もあったかと思います。様々な要因はあるかと思いますが、そういった各事業所において、その状況に応じて、そういった判断がなされた、経営上の判断がなされたものというふうに、認識しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。質問があれば、これを許します。第2の質問を許します。それでは第2の質問に移らさせていただきます。田んぼに芸能人をということで、伺います。郡山市の西田町屋では、田植えのと稲刈りの時にテレビで有名になった元アイドルタレントを活用して、タレントの名前を付けたお米の販売をしたり、町民と一緒に田植え稲刈りをやっております。また、隣の勝浦村でも元アイドルグループのメンバーが耕作放棄地を田んぼにするという企画から収穫までをテレビで放送しております。では伺います。町内でも休耕田や耕作放棄地がたくさんあると思います。農業活性化のために知名度のありそうなタレントなどと町民が一緒に田植えや稲刈りをするという企画はできないのでしょうか。質問に対する当局の答弁を求めます。遠藤産業課長。第2の質問にお答えいたします。ご質問のありました人気タレントとの連携した休耕田や耕作放棄地でのイベント開催につきましては考えておりませんが、町では現在耕作放棄地の解消とともに地域活性化や活性化資源としての活用を推進するため、農業者が耕作放棄地を改めて農地として利用する際の助成制度や田んぼアートをはじめとする遊休農地の利活用団体への補助を行っているところでございます。また、農村交流として農地や農村に親しみや興味を持ってもらうため、実際に農作業体験をする事業にも取り組んでいるところでございます。今後、こうした事業の充実を図るとともに、地域での主体的な取り組みへの支援や、農地の有効活用を通して、農業、農村の活性化につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。質問があれば、これを許します。10番。西田町や桂尾村ではそういった活動をしていますが、一過性の活動ではなくて複数年にわたって活動をして、番組やマスコミで、挙げられております。三春町はそういったことに関しまして非常に PR が下手なのではないかというふうに思います。立地的にはちょうど西田町と桂尾の中間にあるので非常に
高立地の場所ではないかと思いますので、検討してはいかがでしょうか。もう一点ですけども、田んぼアートの話がありましたけども、田んぼアートに町が調整しております。そういった団体で、芸能人を使って小学生たちと一緒に田植えや稲刈りをしたいという要望があった場合、助成金の積み増し、上積み、そういったものは考えているのか伺います。当局の答弁を求めます。坂本町長。はい。はい、まずアイドルを利用して、売り込んではということでありますが、やはりこれには条件があると思います。テレビで放映されているものはかなり綿密な市場調査をした上で、全国でただ一箇所という、そういった、独特の、位置づけをして放映されて、あれだけの効果が生まれるわけですから、同じようなものが二つ三つとあれば当然、おのおの悪い影響が出るということで、これは実現の可能性は低いのかなというふうに思います。まあ、ただ、かなり好感度の高いタレントさんが、好条件でたまたま三春の米を PR してくれるというんであれば、喜んでその時はしていただきますが、基本的にはないものだというふうに思っております。あと、田んぼアートで、岩井ファームで大変活動的、一生懸命活動して、いただいておりますが、基本的には地元の皆さんが収支を計算して活動計画を立てておられます。で、町はそこに対して若干の支援をさせていただく補助金を交付しているということになりますが、内容をよくお話を伺って、その効果について話を伺ってから判断するということになりますので、やるから出すというふうな単純なものではないということをご理解いただきたいと思います。以上です。質問があればこれを許します。以上で10番篠崎聡議員の質問を終結します。